こんにちは、のぞみです。今回はこちらの白いとってもゴージャスな鉢に寄せ植えを作っていきたいと思います。あとタイトルにもあるようにカット苗の保存発根の仕方はもちろんなんですが、あともう2つ寄せ植えのポイントを説明したいと思っておりますので、ぜひ最後までご視聴してください。のぞみガーデンからのお知らせです。今回 LINE の友達追加をしていただいた方に、初心者でも知っておきたい多肉植物を30種類載せた多肉植物図鑑を皆様に無料でプレゼントいたします。今回ですね、写真付きで詳しく育て方や水やり方法を載せた図鑑となっております。概要欄コメント欄からぜひ友達追加お願いします。はい、では次に苗の紹介ですね。こちらはコテチガーデンさんで、新年にですね多肉のお弁当セットを販売されてたので、ちょっとそちらを購入してみました。結構ね、大きい苗とか小さい苗とかね、いろいろ入っててとっても可愛いセットになってます。次にですね、今回寄せ植えに使ってる土が鹿沼の細粒と多肉植物用の土って、市販で売ってるものですね。ちょっとこう培養土多めのこうちょっとサラッとした土が入ってるものを今回は使用しております。割合としてはもう1対1の割合で半々でですね、混ぜて今回は使っております。まずはちょっと大きめの苗からですね植えていきます。結構ね、根っこがもう出てるんですけど、この苗は買ってからね2週間ぐらいちょっと置きっぱなしだったんですけど、ほぼね全部の苗発根に成功してまして、このね方法を皆さんにちょっと真似してほしいと思って今からお伝えするんですけど、今回みたいにたくさん苗を買った場合はですね、このもともと入ってたこの段ボールのパックの中にココヤシファイバーを今回入れてるんですけど、これココヤシファイバーでも綿でも水苔とかですねでもいいんですけど、ちょっとふわってしたものを引いてそこにですね苗を置いとく。で、保管する場所なんですけれども、室内とかでもいいんですけど、直射日光はね避けていただいて、ただね日がよく当たる暖かい場所に置いといていただくと、発根が促されて白いしっかりした根っこがボーボーに生えてきます。水苔とか使う場合はちょっと湿らせたりするといいとは思うんですけれども、お水使うとねこぼした時に嫌だなぁなんて思う方多いかと思うので、特に濡らさなくてもこういう風に保管しておくとほぼほぼ苗が発根しますので、ぜひ皆さんこれ参考にですね真似してみてください。ただね、ちょっと1点気をつけていただきたいのが、日が当たらない日陰とか暗い場所にですね置いておくと徒長してしまう原因になってしまうので、この動画のようにね紅葉した綺麗な苗が届いたのに発根している間に徒長してしまったり緑色になってしまうので気をつけてください。はい、そんなこんなでですね、ちょっとこんな感じでどんどん大きい苗をですね、色とか形がですね似たり寄ったりにあんまりならないようにと、あとちょっと全体的にねやっぱり丸くこうドーム状に寄せ植えがなるようにですね植えていきました。はい、こんな感じですね。だいぶ隙間が小さくなってきたので、ここからは一回り小さい苗を植えていきたいと思います。最近白い鉢にハマってまして、やっぱりこう冬のねの時期って結構紅葉した苗を買うこととか寄せ植えすることが多いと思うんですけど、やっぱりねこう白い鉢に植えるとそういう苗がねめっちゃこう写真撮った時とかに映えるので、白い鉢あんまり買ったことなかったんですけど、今回ねこれ白い鉢3つ目とかかな。でね、結構最近白い鉢ばっかり買ってね、こうエケベリアのちまよせだったり、今回はちょっとね大きめの鉢なので大きめの苗を使ったこう寄せ植えを作ってるんですけど、最近インスタとかでも結構白い鉢使って作ってる人多いなっていうイメージもあるせいか、なんかお店とかでもね結構白い鉢がちょっと目につくというか結構流行ってるんじゃないかなと思うのと、すごい苗が映えるので白い鉢もねぜひ見つけたら購入してみてください。
はい、ではエキベリアの苗がですね植え終わりましたので、次隙間にこちらがブレビフォリウムですね、ちまちまと植えていきたいと思います。ブレビフォがですね結構バッサリ育てたんですけど、ちょっと最近暖かくて日よけシートをちょっと冬取っちゃってたので、そのせいか真ん中が枯れてしまって結構残骸になっちゃったので、生きてるブレビフォちゃんをもうひたすら隙間に植えていこうと思います。ブレビフォリウムは結構小さくって、パープルヘイズとかとちょっと似てるかなと思うんですけど、この子もね売ってるのは結構緑の子が多いかなと思うんですけど、冬はねちょっと青っぽくなって、で結構こう根元の方からピンクに紅葉してきてすごい可愛い色になるので、こういうねエケちゃんの寄せ植えの隙間を埋めるにはめちゃめちゃ重宝するセナブだと思います。あとこういうねエキベリアばっかりの寄せ植えを作る際に何点か注意しないといけないポイントがありまして、まず一つ目なんですけども、お水のあげ方なんですけども、こういうエキベリアのぎゅうぎゅうな寄せ植えって春夏とちょっと暖かくなってくると水あげが結構難しくなってくると思うんですけど、お水あげるときにやっぱりエケちゃんだけだとちょっと蒸れちゃったりっていうのが多いんです。なので隙間にねこういうお水大好きなセダムをたくさん入れてあげると、そういう蒸れ予防にもなるので、ぜひねセダム寄せ植え作るときはたくさん入れてあげてください。入れるセザムでおすすめなのが、あとパープルヘイズとか、あと姫秋麗もお水大好きなセダムなのでとてもおすすめです。あとセダム以外だとグリーンネックレスだとかのネックレス系もお水大好きな子なので、エキベリアの寄せ植えと相性バッチリの子になってます。で最後にもう一つポイントがお水のあげ方なんですけれども、こういうエキベリアのみっちり寄せってエキベリアの葉の中に水が入ってしまうと、そこがね群れの原因になってしまうので、100均とかでも売ってる洗浄瓶っていうもので、苗と苗の間とかセダムにしっかりお水を入れてあげるように水あげをしていただくと群れ予防になりますので、こちらも皆さんぜひ真似してみてください。はい、ではこんな感じで寄せ植えが完成しました。今回寄せ植えのポイント3つお伝えしておりますので、ぜひ皆さんも参考にしてみてください。最後までご視聴していただいてありがとうございました。ぜひ皆さんも流行りの鉢を買って寄せ植えどんどんしてみてください。また次の動画もお楽しみに。